電気入試の出願を決めた時に塾の先生が言いました。大丈夫、ここなら共通テストリサーチは A 判定だし、二次試験も A 判定だから。本当ですか？よかった。先生は判定システムにアクセスして両方入れて調べてくださったそうです。志願入試には軒並み落ちてしまったけれど、先生が A 判定の A 判定っておっしゃるなら問題ないわね。やれやれ。不安だから〇〇大学の過去問を10年分買っておいてほしい。わかったわ、古いものをあと2冊買うわね。思えばこの辺りまではまだ幸せでした。そして赤本を買おうとすると、2024年の3年前、2021年の赤本と6年前、2018年の赤本が高騰していました。え、5000円赤本の古本が5000円。足元を見られたものです。許せないので1年ずらして1000円の赤本を2冊買いました。準備はしっかりしていたつもりでしたが、心が浮ついていたのかもしれません。電気入試の会場から出てきた娘の顔は暗い顔でした。数学が終わりもないかもしれない。チャンネル登録よろしくお願いします。おう、もし電気で落ちたらどうなるんだよ。入学金を入れておいた次第の電気授業料を支払わないといけなくなるの。後期の結果が出るまで待ってくれないのか。後期までは待ってくれないの。一旦80万円ほど納めないと入学の意思がないものとみなされてしまうのよ。嘘だろ。違う大学に進学する場合は返金してくれるんだけど、返金は5月なの。さらに払ってから入学の意思がないことを学校に連絡する期限は大体どこも3月31日のお昼過ぎくらいなの。え、3月31日に繰り上げ合格が来ることもあるんだろ。そうよ、31日の午前中に来たら返金もまだ間に合うかもしれないけれど、時間を過ぎてしまったら80万円がパーになってしまうの。すっからかんの状態で進学する大学の準備を進めないといけなくなるのよ。後期まで残るってめちゃくちゃお金がかかるんだな。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。